サークル K で見つけた。サークル K。ロリン・マゼールのタクトのように的確な田崎のエクセレントカットが永遠の輝きをあなたに。田崎真珠インペリアルプラザ大阪店、3月15日オープン。こんにゃく畑で、あ、お母さん、これこんにゃく畑じゃない。似たのが多いから間違えちゃった。マンナンライフのこんにゃく畑は似ているようでも違います。マンナンライフのこんにゃく畑。あのジュラシックパーク、 ILM が放つ SFX アドベンチャー超大作。ジュマンジー、誰もそれからは逃れることはできない。映画を超えたサバイバルホラー登場時、バイオハザード。プレイステーション。日本へ帰すのってみんな嘘やない。日本の暗雲を吹き飛ばす過激な大喜劇、帝国心の妻、ただいま絶賛発売中。はい、ということでね、残念ながら1点は先制されたんですけど、ガンバ、はい、でも、まあ、先ほどからいろいろこんなことがありのという磯貝さんの話もありますけども、そうですね、まあ、これをこうだんだんこう変えていけばね、ガンバにもチャンスは巡っていきます。ちょっと前半のハイライトここで見てみますね。ちょっといいプレーですよ。いいプレーですね。はい、あれあれこれはちょっとね、服部君が、はい、いきなりハイライトですね。この得点ですね。まあ、あのコーナーキックでガンバチャンスかと思ったところで、その後返されました。カウンターでね、カウンターでちょっともったいなかったね。もったいなかったですね。したがって前半はこれ、あの0対0のゲームをやり遂げたと。まあ、そういうことですよ。もうやられる要素なかったです。たまたまこうね、ちょっとしたバランスを崩れて、掴んでなかったって感じですからね。はい。この後も、この磯貝選手の粘り前です。ね。そして、これ決まったと思いますね。決まったと思いましたね。最後は、山口選手のシュートは、あそこもクロスバーの上。もう一度来ましたね。ここにやっぱり今年のナンバー磯貝選手も違うな、そういう感じが ね、粘りがありますよね。はい、思いっきりあの山口選手に打っていきましたからね。そうですね、はい、躊躇せずに。さあ、今日のゲスト磯貝さん、そして木山さんお越しなんですけれども、木山さんは特に昨シーズンは12分でしたっけ、はい、そうですね、はい、ファーストステージの最初のゲーム、まさかまさかの交代しなきゃいけないことになったんですが、アクシデントがありました。今シーズンは見事復活ということになりました。ちょっとこちらのですね、木山ストーリーをご覧いただきましょう。企画ものですね。企画です。地元兵庫の伊丹西高校から筑波大学に進学したキーヤンはナンバーワンディフェンダーとして大学サッカー界に君臨。鳴り物入りでガンバに入団した。そして1994年4月9日対アントラーズ戦で J デビューを果たした。シーズン途中からはディフェンシブハーフとして攻守に活躍。スタメン定着を狙い、さらなる飛躍を期した去年の開幕戦、キーヤンに信じられないようなアクシデントが。あの骨折から1年、長いリハビリの末、ついにキーヤンが J の舞台に戻ってきた。そういうことでキーヤンですね。キーヤンです。今小田アナウンサーのね、ナレーションで、うん、まあ、親しくもキーヤンなんて言ってましたけど、でも大変でしたね去年は。そうですね、まあいきなりですもん。12分ですからね。はい、
給料泥棒とか言われて大変だったね。まあそれはどうでもいいけど、精神的なものはやっぱりいろいろあるでしょう。周りがみんなガン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 頑張ってる時。そうですね。だからすごい最初調子良かったじゃないですか。あの時も辛かったですけど、でもやっぱりだんだんチームが悪くなってきた時も辛かった。まあ一年中辛かったですけどね。今日は個人的にも辛いし、団体戦でも辛い。そう。すべて辛かったですね。もう最悪でした。でも俺は今ですから包丁みたいなもんですよね。いやまあ、まあ、こういうのは言っちゃいけないですね。まあまあまあね、あの辺りでね、折れちゃってあーとか思わなかったですか。いやもうあーとか思うよりももうこうその折れた部分がもう曲がってたんで僕で前から見てもうじゃあもう曲がってはあるんですよ、うん、もうだからもう折れたっていうよりもはもうこれサッカーできないな。僕でもあれイエローカードだと思ったんですけど、手が見て、レフリーもあ、なるほどね、レッドカード出してました。僕はイエローカードでいいって言ったんですけど、だいぶ友達だし、あ、もうイエローカードいいですよって言ったんですけど、あれが強かったね、レッドカードですね。あれで勝ったんね、要は。そうやな。そう、一生足と交換。どん底まで落ちて、今こうまたね、ヒロミを見て、一番いいといいですね。先ほどちょっとね、ある関係者から聞いたんですけども、王様ゲームがなんか得意だって話もやってる。ちょっと今復活してちょっとやってますか。ちょっと夜の放送でよかったですよ。やばいですよ。俺は知らないよ。俺に何でもよかった明るくて。ね、あんまり喋んないで、これからどうしようかと思って。やばい。グランド界に頑張ったなるほどね。でもね、その分やっぱりもうフルタイムで初戦もね出ましたしね、ようやくなんか自分のポジションの仕事をね、やって、素晴らしい。まずは一勝、今日のゲームということになりました。さあ、その木山さんの、ね、復活も本当に嬉しいことなんですね。さることだから、やっぱりガンバにも今年も新戦力がやってまいりました、新加入、そして移籍組、その皆さんをご紹介してまいりたいと思います。これも企画もんですね。はい、これも企画VTRです。 I'm happy to work in J League this season. I'm happy to work in Gamba this season. I believe we all together can make next season good result.修造です。セールスポイントはミーティングとポストプレーです。トップの試合に1試合でも多く出て1点でも点を取れるように活躍するので応援してください。藤原ひろみです。フィジカル面を鍛え直してガンバの顔になれるような選手になりたいです。ガンバ大阪の海本浩二郎です。得意なプレーはドリブルとスルーパスです。早くトップに上がって1試合でも多くトップの試合に出るように頑張ります。松本大地です。サイドバックをやってるんですけど、まずはトップに上がって、ファンの皆さんの前で活躍できるように、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ガンバ大阪の岸博之です。ガンバのゴールキーパーは本田さんだけじゃないです。僕もいます。僕がガンバのゴールを守ります。ジュビロから来た米澤武史です。力強いプレーで一つでも多くチームの勝利に貢献したいです。横浜フリューゲルスから移籍してきた吉岡秀樹です。試合では相手の攻撃のみを積むようなプレーを目指します。ガンバではぜひレギュラーになれるように頑張りたいと思います。Come on.
team. We play very good soccer, and I think we can make good results in this J League. My name is Manuel Mladenović. Gambarimasu.というずらり揃いました。新助っ人はじめ監督も入ってましたね。あとなんかつい最近高校サッカーで見た人ばっかりですね。そうですね、どうでしょう、あの田口さんからご覧になったまずこの1ずっと全員を、船越さんね、船越さん、まあ、でっかいですよね。でっかいです。どんなもんですか。でかいですよ、ヒッティングの方はどんなもんですか。でもなんかちょっと無理して頑張ってやったみたいで、ちょっと怪我に泣かされてるみたいな、まだ体が出来上がってないですからね、きっちり上がってないでね。今だからだいぶ一緒にやる時間が長くなったって。なるほどね。あと東福岡の小島選手どうですか。天才ミッドフィルダーっていう。でも小島の方がやっぱ最初に試合出るのがいいんじゃないですか。怪我なく一応順調にやってるんで、スピードもあるでしょうね、はい、176cm69kg。それから、松本大輝ですか、それから貝本と。そうですね、この辺りってどうなんですか。まだ見てませんか。そうですね、貝本みたいな、一緒に貝本とオーストラリア合宿行ったから、やったんですか。あと気になるのはガンバのキーパーは本並だけじゃねえぞと。だそんなことだとオカチもいますからね。オカチもいます、怒りますほんとね。どんなもんですか。もうでもかなりでっかいですよね。彼も怪我したね、それね。なんかすごい変な怪我、事故か怪我。でもあの入団発表の時にね、あの岸君が一番元気よかったんですよ。なるほどね。やっぱりね、後輩に出すとやっぱ辛口でね、そんなに甘くねえぞと。やっぱりね、あまり口が達者なワコードは良くないですか。別にいいですけど、キーパーと関係ないから僕らね。基本的にはね、基本的にフィールドは関係ないから別に、ね、どこの誰がやっても別に田口さんが入ってきても別に、ね、チームメイト頑張ってないんでね。あなたのとこないから、ね、本並さん、岡中さん聞いてますか。そしてやっぱりあのムラデノビッチ、はい、クロアチアの、ね、現代表でしょ、はい、現代のこれやっぱ加入ってのはもう前半もご覧いただいて、まあ、動きはまあさすがのものありますけど、いい感覚を持ってるみたいですね。すごいな、真面目なやつだから、その一生懸命やるのやるんですけど、まあ、やっぱコミュニケーションがね、まあ、1年目だから大変ですもんね。それぐらいですよね。あとはもう全てうまくはっきり言ったら、みんなが思い通りにこなしてるんじゃないですか。移籍組も頑張ってもらうことね、そうですね、ぜひあのこの人たちが抜くぐらいに、ね、なってくると、これは面白いですよね。ほとんどはもう V ですけど ね、ぜひそのようになってもらいたい。それでは後半戦の模様は CM の後ご覧いただきます。お楽しみに。ロリン・マゼールのタクトのように的確な刃先のエクセレントカットが永遠の輝きをあなたに。佐々木真珠インペリアルプラザ大阪店、3月15日オープン。ゲッツガーリック、ガーリックのパワーですな。705とドリンクもセットでお得です。ゲッツイッピザーラ。はい、充血取ります。赤井、リセ、井上、リセ、内田、はい、私です。充血スッキリロートズイリセ。リセ、ビタミン B12 ってどんな感じ。こんな感じだ。やめてください。充血スッキリロートズイリセ。あのジュラシックパーク、ILM が放つ SFX アドベンチャー超大作、ジュマンジ。さあ今日はどんな仲間に会えるかな。あ、火星人さんだ。火星人さんはピノのどこが好き。おいしいとこ。そう、そこがピノのいいとこね。みんな大好きエスキモーピノ。Sworn enemy of the Galactic Alliance, Team of White, Toy Space Ranger. You are a toy! 早く帰りたい大好きな人のもとへ、トイストーリー。おばちゃん、おばちゃん、お姉さん、おれの名刺。はい。お姉さん、ちょっと。お姉さん、お姉さん、お姉さん。元気はつらつ、オロナミン C。いけそう。神戸ラン展96、
会場ではショッピングも楽しめます。神戸ランテン96はフォートアイランド神戸国際展示場で4月3日から開かれます。ガンバ大阪と横浜フリューゲルスの今日のゲームは、その磯貝キャプテン、それから木山選手、お二人にお越しいただいて、振り返っております。久々のね、もう一回拍手ですよ。あと半分頑張んなきゃいけないんだから、眠たくなっちゃうね、そろそろね。寝ないで頑張るのって。そろそろね、あの駅売りの新聞が配られる時間、まだ見ちゃダメですよ。それではです、後半戦をたっぷりご覧いただきましょう。槙野さん、はい、さあ今日はですね、はい、あのスタンドの方にね、あのスーパールーキーの船越選手もね、観戦に訪れてるわけなんですよね。国見高校、あちょっとあ危ないぞ、ハットリー中に入れる、エヴァイール、いや後ろから7番の森山シュートだ、クリアされています。ちょっと待ってください、向こうからヘディングシュート、ー外れた。最後はエヴァイールヘディングシュート。もう一度森山シュートを打って、この後またハットリーですかね。ハットリーですね。ダイビングヘッド、エヴァイール外れました。あわやというピンチ、ガンバ免れています。すでに後半の10分を経過しています。ガンバ大阪と横浜フリューゲルス、ガンバが1点を追っています。右にエンドを取るガンバです。平岡、そして服部、これは足を引っ掛けました。槙野さん、はい、槙野さん、スタンドにね、今日はね、スーパールーキーの船越選手がね、観戦に訪れてるんですよね。そうですね、はい、前半を見てね、まあ、高校サッカーのスタンドも盛り上がった時はすごいんですけどね、まあ、プロの応援はやっぱり雰囲気がありますねということを言ってますね。でもね、プレーを見てびっくりしたなんてことは決してありませんよと、まあ、自信のほども覗かせていました。で、自分自身のトップの出場はと言いますとね、まあ、いつという時期は考えてないので、焦らずにじっくり見ていてくださいとファンへのメッセージも付け加えてくれました。はい、私が言うことは大型そうですね、はい、体も大きいけど、まだどうなんでしょう、我々素人目から見ても少しあの今フィールドで走っている選手に比べれば体が、うん、でも彼はもう高校生の時からもうすでに上のオリンピックチームとかいろんな選抜チーム入ってましたからね、はい、はい、そういう意味ではかなり離れはしてると思いますんでね。いや、早ければ夏頃なんてこともあるかもしれませんね。ゴール前、ガンバ、うん、これは奪われました。どうでしょう、フリューゲルスの選手があのボールに対して5人ぐらい集まってきますね。ですから、そういう意味じゃ去年よりかなりあのフォアチェックの早くなりましたね。その要になっているのはやっぱ3敗王じゃないですかね。そうですね、もうすでに押し上げてますから、うん、守ってよし、そして攻めてよしという感じ、はい、エリングでクリア、6番の佐野吉がクリアしました。ちょっとそういう意味じゃフリューゲルス手強しという感じがいたします。ありますね、はい。さあ後半に入ってガンバはその1点を追いかけているわけですけども、今ガンバは右から左にするとこういう状況ですね。そうですね、あの後半の、久世監督の、指示ではサイドからにもっと攻めろと、いうことがあったんですが、もう一つ、前半は寝ていたぞってね言ってましたね。先週寝てなかったんだけどね、寝てなかったんだけど、後半 200% 力を出して、まあ、その外から攻めるためには選手同士はどなれる、選手同士としてはなんかもっとラインを上げようとかそういうことを言ったんですけど、ね、もうそれができない感じでは次には出ないって感じですよね。もうそれで僕がサイドに出たわけですけど、なるほどね、あの左の方出てましたね、はい、後ろにちょっと下がるような感じになりましたもんね。あれは監督側の指示で、一応はい監督の指示だったんですけど、ちょっとこう7番がオーバーラップがちょっとサイドがいいもんで、そうですね、だからなんかちょっと僕たちも警戒してね、本当はああいうところに飛び込んでいきたいんですけど、ここでボール拾ってまたね絡んでいくんですけどね、やっぱこういうとこ行っても上がらないとしんどいですよね。簡単にやってくれた方がいいと思います。木山さん飛び込んできました、もうちょっと内緒来たらガツンといけないですね。あれなんかボールのこうコースとかいうのあるんですか、カーブがかかるとかどちらサイドにこっちに向かってくるとかいうのがやりやすいと思います。でもこの体勢からだとキーパーもはっきり言って
あのもう角度ないですからね、あそこしかね、シュートは直接ないんで、うん、やっぱりどっちかってああいう高いところは出やすいです、センタリングにはかけてますよね、うんうん、特に長崎はでっかいですからね、うん、っていうのは僕よく不思議なんですけどね、あの木山さんのいわゆるボランチというポジションからあそこのセンタリングで飛び込んでくるっていうのは、これは木山さんのアイデアなんですか。うん、だから一応僕とこの試合だったスクリーニャが2人いて、どちらか1人はまあセンターリングに飛び込むまではいかなくてもやっぱり攻撃のところに加わるっていうのが基本なんで、まあ多分今の時はスクリーニャがちょっと引き気味になってたと思うんですけど、それはスクリーニャが引いてることを信じてという、そうですまああれが結構ね、言葉でいけとか俺が残るとかってちょっとその分あると思うんですけどね。ただあのね、これでね、こう日程でも話してたんですけど、はい、なかなかその最終のフリューゲルスの3バックのディフェンスを、ね、こう突破できないなっていう時間帯でしたよね、こう思うのはね。まあですから何度もね、先ほどから磯貝選手並びいろんな出てますけれども、やっぱり外なんですよね、まあ、そういう意味じゃやっぱり近藤選手と平川選手のその辺の戦い方がね、やっぱりちょっと今日は近藤選手の出が足りなかったと、逆に平川選手 あの森山選手に負けちゃってね、森山選手が来るんで、その辺がちょっと怖いところで守備的に入っちゃった部分もあるんでね、あれが逆に仕掛けたら逆に今度森山選手が出れなくなるっていうね、そういう関係もありますんでね、それでやっぱりね、こういうところの逆サイドなんていうか使い方がね、まあ、これ僕は変なミスなんですけどやってですよ、やってもたくさんいや、パス緩いんでいろいろ考えたんですよ、それでこの見たらこう影となんかあれで、ああどうしようと思った瞬間になんかこう、あ、股間に来てますね。一応ももで止めて思ったんだ。そうそう、ももで止めてかっこよくちょっと行こう、うん、うまく、あ、よしと思って行こうと思ったら、仕事がちょっと、ね、もう、うまい声逃げましたね。夜だから。僕ら、振る前に自分でやっぱり、そこら辺はやっぱりね。そうそう。うん、夜だから。大したもんですよね。だいぶね。いや、でも、あれは、一体どうしたんだろうなって、みんな思ったところでしょ。まあね、しょうがないですね。まあ、木山さんの方からは、その様子は見えなかった。いやもう見えてましたよ。見えてました。ああいう時はもうちょっとやっぱり身体激励してあげないとね、集中しろとか ね、 そうですね。でも96年度は初めてのミスなんで、まあ許しましょう。まあね、まあそういうこともアリーノ、アリーノ、まあそれでまあガンガンあとは行けばいいということであります。まだまだ時間あります、ね、はい、それではこの続きをとくとご覧いただきましょう。さあこの後はですね、だんだんと時間が過ぎてはいくんですが、苦しいぞ、なんとか1点欲しいぞというガンバの気持ち、逆にフリューゲルスがね、ガンバサイドの方で攻撃が多くなりました。選手はやらなきゃいけないってことが分かってるんですけどね、なかなかグラウンドでそのまま実行できないとかね、はい、だからこういうところでも人、人数はいるんですけど、やっぱり前に行かないですよね、動かないですよね。今エヴァイルですか、シュート打ったのは、はい、その近くにもうちょっと人間が欲しいということですか。その前のプレーでもそうなんですけど、もう少し全体的にボールが動いた瞬間にライン上げたりとかね、寄せるとか、そうそう、寄せなきゃいけないんですけど、全然下がってるだけなんですよ、あの地域に。これでもずっともずるずる下がりますからね、これ今木山さんも一緒に下がらなきゃいけないですね。やっぱりディフェンスラインが下がるのに僕らだけ前に行くことはできないから、入っちゃいますもんね。こうなんかいるだけなんです、誰もプレーがかかないですよね、こういうところでもね。そうなんですね、あの辺フォアチェックかけると、まあ、そんなにね、右サイド森山選手ですけども、ね、いいボールが出ないですけどね、そう怖くないですよね、はい、出せても狙えるんですよね、もっと厳しい状況で、まあ、基本はやっぱりインターセプトですから、やっぱりね、はいはい、必要にこの右サイドの、この先ほどもありました、うん、森山選手のところにボール出すとかですね、うん、あ、そしてここで、木山選手は残念ながら交代。はい、大丈夫か、出てます。疲れましたか。今日はやっぱりちょっと疲れましたね。代わりに木場選手が出てました。で今度ここに近藤選手がボランチに入ってます、ね。はい。僕それ全然分かんなかったやりながら。そんなもんですか。そんなもんなんですよ。そのまま変わってんのかなと思ってます。あ、同じ場所に。普段トレーニングの場合でこれとこれ変えたら次はこういうシステムでいくとかってな、それはないですね。ないですか。っていうかオーストラリアでいろいろ試してたんですけど、ね、うん、この場合だとどこにどう入るかっていう一応ないですね、うん、まあ、当然入る選手が言ってるでしょうけどね、はい、どね、はい、木山さんでも、まあ、疲れてたとはいえちょっとフル出場でもうちょっといい場面を作
救いたかったですね。そうですね、今日はちょっと、まあ、自分自身のプレーも歯が良かったですね。ああいうところでも1人しかいかないですね、うん、ね、狙うんだったら2人3人にやっぱり大きな多いほどですからね。平岡もかなり森山選手とガチャガチャに当たっててだいぶ疲れてるような感じにも見えますね、これね。また森山です。結構フリーレスはね、ああいう大きな展開サイドチェンジできるようになったんでね、今年はね。そうですね、それがちょっとやっぱりいい形でボール取れないですね。村上のピッチもちょっと今日はね、いや、自分じゃこう思うようにできなかったから歯がゆくてね、ちょっと個人プレーで、ね、走ったところあるんですよね。あ、それありますよね、チームとして。そうですか、悪循環になった分もあるんですよ。したら全部自分でやろうやろうって、やっぱり来てドリブルしてかわしてシュートまで持っていこうってことで、はい、その取られ方がまだ悪かったんですよ、それからね、はいはい、本当は簡単にダイレクト2タッチぐらいで叩いて、うん、まあ、どんどんね、状況スペースを作ったりすればいいんですけど、やっぱそういう状況じゃないんで、3タッチ、4タッチする間にやっぱり相手に返ってこられるとか、ね、あ、こういうね、今のスルーパスの通され方もあって、前でプレッシャーかけてないからね、うん、ちなみに木山さん、この時間帯はロッカーですか？多分もうシャワーでしょ。シャワーです。裏でなんか物蹴ってるとかそういうことあるんですか？そこまでやってますね。ダンボスとかそういうと違いますからね。なるほど、うん、大人ですから。さあ、これチャンスになるかと思うんですけども、やっぱね、考えてることと全然違うんですよね、うん、あの下を向いてた時ってどういう感じ？やっぱ中の動きとかやっぱ見てるでしょ、はい、センターリーグ上げたいんですけど、もうこう中がそういうの答えてくれてないから、どうしようどうしようと思って、結局集中してセンタリングしたいんだけど中がいなかったですね。あの動きを見せようとしない、うん、そうそうそう、アクションがもっと早くしてなかったり、ね、するんで、それで結局自分がああいう風になっちゃって、もう違うところで考えちゃったから全然集中力ないですね、ボールに対して。まあ、結構変な意味で後手後手になっちゃってね、うん、なかなか自分の思ってることが全ていいようにいかないですね。そうなると今度はこう焦りじゃないけど、余計こう自分のやってることと動きとなんかこう違うちぐはぐなことがいろいろ見えてきたりして、考え込んだことありますよね。ありますよね、勢いが出てこないからね。そうですよね、うん、よくパンパンパンと行けっていう野球解説者もいますけどね、うん、そういうノリみたいなの必要なんですよね、サッカーに ね、 だからそれがやっぱり一つのパスだったらダイレクトが入るとかね、うん、みんなも同じタイミングでワン、だからツワンタッチ、ツータッチとかスリータッチ増えてパスしてるんで、リズムが出ない。集中力って思いっきりですか？はい、特に攻撃ね、もう、うん、そうですね、まあ、最終的にやっぱりフィニッシュはやっぱりシュートで終わることが一番ですからね、そこまでいければまた違った展開になるんですけども、ここもちょっとヒヤッとした、だんだんゴール前に迫ってくるシーンです。深いですよね、これ本当ね、申し上げたボールに本当に何度も言いますけども、行かないとやっぱりしんどくなっちゃうんでね。ここで全部誰もいないですからね。あれ楽ですよ。あれ牧野さんでもボール出せますよ、はっきり言って。よ、ね、そんな。そうね。もう間違いないです。あれだけ無理だったらね。タムさんもキーパーできるという。僕もちょっと偉そうなんですよ。もうあれですよ。すでなんですね。そのぐらいの感じになっちゃうんですね。ちょっと首の方に折れると思います。あ、これ行きますね。はい。多分監督がね、この辺にチンでかけてね、うん、僕に行ってましたって。はい、これ行かないから交代させる。なるほどね、腹だったよね。あ、そうなんですか、うん、僕思うんですよ、うん、あ、そういう磯貝さんは理解してる、理解してる、まあ、明日話すれば分かると思います。